こう気になってね、はい、躊躇したら多分抜かれてると思うんですけど、やっぱりそこをこう本当にボール一点にね集中して取るんだっていうそういう思いの今キャッチですよね。これはタイガースとしては大きなプレーになりましたね。抜けていれば間違いなく今日も村田のバットでジャイアンツが先制というあたりでした。おっと今のシーンですが、まあ、あのベースタッチというかベースを回りましたよね、はい、回りましたね、うん、だそれで踏まないという感じでしょうね。あ、なるほど。でもあの踏み方があるんですよね、はい、あの行きかけて踏んだからつってそのまま戻っちゃいけないんですよ。踏んだらもう一回踏まなきゃいけないんですよ。あ、なるほど。一度踏んでもう一度、はいはい、多分あのベースを越えてるんで、はい、原監督もここは一度そのプレーの確認に行きます。今のは最終的には、まあ、壁にタッチをしましたけれども、阿部のプレーでベースですよね。あ、なるほど。ベースにタッチしてるんで、はい、少し東京ドームもどよめいています。このシーンです。勝呂コーチ、大西コーチ、さらには河合ヘッドもこの確認というところ。今原監督も戻ってきました。これはジャイアンツとしては、まあ、阿部もしっかり踏んでいるだろうというところなんですかね。まあ、そうでしょうね。じゃあその踏み方ですよね、さっき言った、はい、思わぬ形で、あ、今説明があるようです。二塁塁審の津川です。ただいまのプレーについてご説明いたします。あ、原監督が再び二塁塁審津川のもとに行きましたね。もう一度監督もそのプレーの確認というところでしょうか。ジャイアンツのすでに選手たちは守備位置へとついています。あ、これ、二塁塁審の津川です。原監督が下がります。ただいまのプレーについてご説明いたします。阿部選手が、二塁ベースを踏んで、三塁に向かう途中に、マートン選手が、フライをキャッチ出しまして、一塁に戻るためには、二塁ベースを踏んで戻っていかなければいけないところ、二塁ベースを踏まずに、一塁に戻り、アピールプレーがありましたのでアウトといたします。まあ、二塁塁審の津川から先ほどのプレーに対しての説明がありました。なるほど。阿部がセカンドのベースを踏んで戻らなかったという判断なんですね。まあ、見てる感じでは、はい、踏んでね、はい、戻ったような感じはしたんですけどね、はい、